カリジニ国立公園は、オーストラリアの西オーストラリア州北西、ピルバラ地域、ハマーツリー山地の中心部にある国立公園である。州都パウスからおよそ 1,055km 北方の南海域線付近に位置する。以前は、ハマーツリー山地国立公園として知られ、1991年に改名した。627,422ヘクタールの面積は、 西オーストラリア州内においてカーラミリー国立公園に次いで2番目の大きさがある。カリジニ国立公園はマランド鉄鋼石膏山から伸びるローブリバー鉄道によって南北半分に分断されている。公園から15キロメートル西にはソロモン空港がある。探検会フティグレゴリーの探検隊は1861年にこの地域を訪れ、 グレゴリーは公園の周囲一帯の産地に友人エドワード・ハマースリーの名を取ってハマースリー産地と名付けた。公園のあるピルバラ地域の大部分はステップ気候に属する。夏は雷雨とサイクロンが多く、毎年250から350ミリメートルの雨をもたらす。夏の日中の気温はしばしば摂氏40度を超え、冬の夜には霜が降りる。 デイルズ渓谷公園より北向きに流れる、デイルズ渓谷、ビール渓谷、ウィトヌーム渓谷、カラミナ渓谷、ヤンパイア渓谷の5つの谷は、壮大な一層の情景を見せる。公園内では、スロット峡谷を含む多くの谷で滝が見られ、滝壺などの谷底の冷たい水たまりで、訪問客が時々泳いでいる。公園の北境海線付近にある、 ヤンパイア渓谷とウィトヌーム渓谷周辺のいくつかの岩石にはアスベストが含まれているため完全に解放されていた。以前の時期には訪問客は散策する際に十分な注意を働かせるように警告されていた。公園には赤カ,カンガルー、ワラルー、ハリモグラ、ヤモリ、オオトカゲ、コウモリ、アシナシトカゲ、多種多様な鳥類、璃、ニシキヘビを含む ヘビ類などの野生生物が生息する。ありがとうございます。